もうね疲れました、めっちゃ超疲れた。今日も15分で終わりにしたいと思います。で明日はリハ前に配信しとこうかなと思うんで、リハ前に午前中に配信しておこうと思います。みんな元気ですか？2月劇場に行けそうだって、よかった。結構でも2月も比較的目撃者あった方じゃないんですかね。もう眠たい、私超疲れた。今夜会を見てたんですけど、このままやったら遅くなっちゃいそうと思ったので夜会を切り上げて今ショルも始めちゃいました。もう指を切ってしまったりさ、ネイルがパーツが取れたりさ、もう最近は何にもいいことがなくて悲しいです。なんか疲れた、はあ疲れた。君な君な愛くれ、彼女がいてもいても私にあげる、そういうものと分かっているから、もう少しだけスピードを止めてた。そんな時にて出会っただけ、追い詰めるのは私をどうするつもり。じゃん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 、愛されてしまったら、愛しと愛しとそれ以上でよ。もう付き合いたいなんてこと 100% ありえないけど、君な君な愛をくれ、テレ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 テンテレ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 テン、テレテテ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 テ
19と23日目撃者行きます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。もうコンサートのために頑張ってますよ毎日。もう近いですからねコンサート。今日は疲れました。偉いです、よく頑張りました。なんか褒めてあげてくださいね自分のことを。あるよね疲れる日ね。疲れる日に限って疲れることが溜まっちゃったりすることもありません？今日に限ってって感じ。気づいたらこんな時間でした。私も毎日そんな感じ。わかりますね、とってもわかるよ。私もさ、なんか家にいる時間が短すぎてさ、もう部屋がとっちらかっててさ超大変なの。だからできる時間に一生懸命お掃除をするんですけど、やっぱ汚いよね。そういう時って掃除まで手が回らないってか。こんばんは、こんばんは。なので頑張ってるみんなは偉いですとっても偉いです。とってもとっても偉い。やばいショールームしだした咳が止まらなくなってきた苦しいよ。ショールームやめたら止まるかな。止まるかも止まるかも。夜会の時こんななんてなかったもん。うん、加湿器炊かないとダメかもねそろそろね。乾燥もう今年はもうめんどくさくて加湿器炊かないで終わっちゃいそうです。ダメだもう。ただ喉が痛い。私喉強い方じゃないんですよ結構ね。すぐいや、あの公演タイミング悪い時とか、公演するだけで喉がやられちゃう時とかある。めっちゃ強いタイプじゃなくて。そうなのです実は。でもさっきアイス食べた、サーティーワン。そう、サーティワンのキャラメルリボンは絶対で、本当は私キャラメルリボンとラブポーションサーティワンがもう絶対絶対好きっていうコンビなんだけど、そう
なんだけど、でもあの限定があったから、じゃあ限定食べてみようと思ったらめっちゃ美味しかった。限定超美味しかったよ。何だったっけ、メルティーショコラ、メルティーストロベリーチョコレートかな、めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった、おすすめ。でも2月までって書いてた気がする。ストロベリーチーズケーキが一番好きです。あ、美味しいですよね。私もよく食べます。食べますってか、サーティワンはしゃさ、もう嫌な、今日もダメです。差し入れだって、差し入れでもらうことが多くて、だから食べるんですけど、まあ、自分で買わないんだけど、ファンの方が前ショールームのなんかアイスギフトみたいな感じでくらったのね。そうだから、それで31の券が、あとね500円券が1500円分くらいまだ余ってたから、よしじゃあ今日も500円分買いに行こうって言って31に行って、でシングルにしようと思ってたんだけど選べなくて、もうキラキラしてるの、あのケースの中が。でどうしようどうしようと思って、あれしたらめっちゃいいかった、美味しかった、ダブルにしちゃった。美味しいのよあれが、とってもとっても。2個にしちゃった、でも3個にするか迷ったくらい。私はスモールダブルにしました。美味しかった。あれ、私と一括したい人はキャラメルリボンとメルティーショコラ、メルティーストロベリーチョコレートかな、あの一番2月の新作って載ってるやつ食べてみてください。私と、私セット、私チョイスのアイス美味しかった。チョコ系がと、あ、まあいちごが好きだったら、結構でも誰でも好きな味だと思うんですけど、私はカップが好きだからカップにするでお持ち帰りしたんですけど、私ねポッピングシャワーね、あれなんですよ、あんま選ばないんですけど、妹がポッピングシャワー大好きだから、妹ポッピング大、ポッピングシャワー好きの気持ちもわかる。私は頼まないけど、まず色が好きじゃない。まず色が、私はピンクが好きだから超ピンク。でも食わず嫌いなのもあるかもね、なんか勝手にそう思っちゃってるのもあるから。でも結構人気やん。でも2月中にしないと終わっちゃうよ、限定だったからね。命はセット買いに行こうだった。ぜひ。え、明日は福岡でブルーボトルコーヒーのオープン日ですだって。そうなの、言ってたね前、明日だったんだ。リハーサルとどんかぶりせていけないんですけど、リハが終わって落ち着いたらゆえるちゃんと一緒に行きたいなと思います。美味しいカフェラテが飲みたい。はい、って感じで今日ちょっと短いんですけど、もう終わりにしたいと思います。また明日いっぱい私寝てゆっくりお話しましょう。アイテムもいっぱいありがとうございます。ちょっとリハーサル期間終わったらゆっくりお話しましょう。ありがとう。13位がフラン、12位がリット、11位がクワちゃん、10位がノリさん、8位がニシプ、7位がニコラス、6位がボーダー、5位がガオ、4位がイチゴさん、3位が赤いグリフォン、2位がたくみけ、1位が切腹さんでした。切腹ありがとう。すごい久々の1位、アイスを食べてください。切腹でした。9位飛ばしてるだって。あ、9位はしむっち、ありがとうございます。飛ばしてないですか、あとは。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。またねー、変な声出ちゃった。またね、バイバイ。